皆さんこんにちは。4月ともなれば各地で桜が満開になり綺麗ですね。今日はしだれ桜の剪定についてお話ししたいと思います。花が咲いているときは皆さんとても優しい目で木を眺めておいでですが、花びらが散って新芽が吹いて茂り出すと見向きもしなくなるか、あるいは目の敵にして枝を切りまくったりします。ご存知のように桜は太い枝で切ると非常に傷む木です。ですから相当大きくなって茂ってしまう前に細い枝のうちに処理する必要があります。これからご紹介するのは花が咲き終わった後の剪定、それから6、7月になって葉っぱがだいぶ茂った時の剪定、そして12月暮れ花が咲く前の剪定、その3つに分けて動画を紹介しますが、それぞれの時期によって切るべき枝がそれほど違うわけではありません。剪定時期にかかわらず取り除いた方が良い枝は決まっていますし、枝が太くならないうちに処理しなければいけない方法はどの時期でもそれほど変わりません。そのあたりの剪定のコツについてお話ししていきたいと思います。そっち生きてんべ、なんかこっちダメだろ、これか、うん、でこれは生きてるからな、うん、ペロペロは。生きてはいるけど、そんな枝多いですね。多いね。やっぱり風で切れた根っこの部分が枯れ枝になっちゃうのかもしれないね。岩盤に当たってるとかね。この交差枝の処理を考えましょう。太い方の枝がだいぶ強く出ていますので、細くてしだれている方の枝を生かします。太い方の枝をここで切りました。さらに右側の太い枝も若い脇枝に切り戻して枝の更新を図ります。枝の流れを黄色のラインにします。枝先が枯れ込んできているので、若い枝のところまで切り戻します。それも枝先だいぶ傷んでるから、はい、今あの触ってる枝残しで太い方を落としましょうか。はい、うん、その枝残して、そのピロって。あ、これ、はい。そうそう、それの上で切って。うん、あとこの2本だな。どこで生かせる？もうそこか？そこで行きますか。これもダメなんだよな。これはどこ、あ、これここか。そこまでは行けるのかな。ちょっと待ってね。
揺れると切れねえから。スズメバチ？はい。ようやく。はい。なんかその戻ってるみたいな枝は何なんだろう。あ、これ、これですか。うん、それ。あ、なんか変な枝。枯れ枝か。枯れ枝？なんか変な枝、変な枝。これは取っとくかな。いいんじゃない？そんなもんだね。だいぶさっぱりした感じですが、花が終わったばかりですから、これから葉っぱが展開してきて、ちょうど良い茂りになると思います。木の内側に向かっている内向枝を見落としてしまうと、太くなってこのような枝になってしまいます。擦れて傷になったり癒着してしまったりしますので、こうならないうちに処理しましょう。これから茂ることを想定して枝を抜いておく花後の剪定についてご覧いただきましたけれども、大きくなっても構わない広い場所に生えている木なら切らないに越したことはありません。むしろ大きくなっても構わないような場所に植えるべき木です。とは言っても、美しい花を庭に取り入れたくなるのは人情ですし、もともと庭にあったのならうまく付き合うしかありません。6年前から私が手入れするようになったこちらのお宅のしだれ桜は、すでにいろいろなところが雑に切られていて、かなり普及が進んでいました。抜かなければならない枝もたくさんあるので、だましだまし剪定していきます。初期の段階で普及を呼び込んでしまった木を健全に戻すということはできないのですが、なんとか木に頑張ってもらうしかありません。木がどのような状態であれ、真下に下がっているような枝や内側に向かって生えているような枝は基本的に取ります。こういう枝が多いんですよね。ダメだね。まあ足がかりに最後に。ちょっと傷んできたね。まだ生きてはいるけどね。うわ、アリンコがアリの巣になっちゃったよ。あ、ごめん。こんな状態ですから、私としても手の施しようがないのです。こういうちょっとの切り残しが木をダメにするのです。
こちらの新しい若い枝に頑張ってもらうしかありませんね。すごいことになってますね。さすがに悩みます。このぐらいにしとくかな。葉っぱが茂っているときはやはり枝の流れが見にくくて剪定しづらいですね。この現場を先ほど見に行ってきましたが、五分咲きぐらいになっていました。しだれ桜やしだれ梅は、苗木として買ってきたときはこんな感じですが、地に下ろして太くなると相当大きい木になります。しかもしだれものは、外芽外芽を残して剪定していきますので、どんどん横に広がっていきます。このように外に伸びた新梢を残して内側の枝を切り、残した新梢の枝先は切り詰めませんから、どうしても輪郭は外へと広がっていきます。伸びた新梢をこのように切ります。そうしているうちに古い枝はだんだん芽吹きが悪くなり枯れてしまったりします。そうなる前に先を読んで若い枝を育てておきます。そうすれば古い枝がダメになった時に若い枝に更新できます。胴吹き枝のような忌み枝であっても将来性があれば残して作っておきます。言うまでもありませんが、このように下向きに生えてくるような枝に切り戻してはいけません。ただし、どうしても輪郭を詰めなければならないような場面で、この程度の内枝に切り戻すことはありえます。こういう枝は普通は取ります。それから、
ある程度木の形ができてしまってから芯を止めたりすると急激に木が弱ったりしますので、芯を止めて高さを下げる場合はよほどの覚悟が必要です。枝先の剪定ですけれども、内側に向かって生えている枝などは落とします。あるいは方向の良い外枝のところまで切り戻します。枝先を安易に詰めたり枝の途中切りはしないでください。内側の枝で切り戻すのもあまり良くありません。このような枝にしてしまうと格好が悪いので、こういうところから出てくる新梢を生かして枝として作っておいてから上の枝を付け根で切ります。思いつきで切りたいところで切るのではなくて、必ず切り戻しに使う枝を作っておいてから、こちらの枝がダメになった時にそこまで切り戻します。それでは最後に、年の暮れなど花が咲く前に行う剪定をご覧いただいて終わりにいたします。内向枝や枯れ枝の除去など最低限の剪定にとどめます。電線に触っている枝を処理しなければなりません。強く立ち上がっている枝を落として、流れの良い枝に切り替えます。落とす枝にも花芽がたくさんありますから、こういう枝は花が終わってから切れば良いでしょう。交差枝を処理します。枯れていますね。ここまで落とせばいいのか。以前に切られたところからもう腐れが入っていますので、この元まで落とさないとダメかもしれませんね。コジットで正しく切ってほしいものです。枝を切らずに広いところでのびのびと育ててあげられればいいんですけどね。ご視聴ありがとうございました。